はい、ではリベンジの決勝戦です。さあどうしようかな。翼の位置ここのままでもいいかなとすらちょっと思ってて、プラトンのねその決定力がもう少しあればなーっていうのは正直あるんですけど、翼をこの位置に置いとくとタックルを取れる可能性があるってことで、あいつのカルロス・トシキのタックルを取れる可能性があるということで、ちょっとここに置いときたいなって気持ちがあるのよね。でまあもちろんそのガッツ温存っていうことも含めてなんですけどね。よし、まあ、前半は銃を積極的に、前半は三井久志、銃を積極的に使っていきたいですね。よし、入ればよし、入らなくてもまあ弾いてくれたら、くそプラトンくんがついた、競り合う。あ、プラトンくんでは多分無理。弾いた、取れてない。プラトンくん頑張って、競り合う。競り合う能力がちょっとだけ高いのか、プラトンくんは。いいね、いいね、よし、田畑くん高いボールの動きを合わせる。敵のキーパーが来た。いいところに、いいところに来てるな。ここでスルー。うわー、スルーは無理や。パス、自由にパス。キーパーと競り合ったら無理やろね。まあ、これはちょっとさすがに無理やろね。シュート行っても多分、シュート行くにしてもパス行くにしても多分あれ取られると思うんですよね、どういう状況でも。リマ君がついた。いかにこう翼のガッツを温存しつつ省エネでシュート入れれるか。ダブルイール、これは全員吹っ飛ぶやつ。はい、ダブルイールの勢い上回った。そうやろうけど、頼む。ポストくー、強い。試合再開。まあ、1点取られての、まあ想定ないです、想定ない。翼のガッツさえ使っていなければこの辺は想定ない。結構こいつドリブル、こいついいっすね。めっちゃちょっと抜いてみるか。いいね、よし、自由にパス。前半は三井差し、10くん低いボールに動きを合わせる。敵の3番が来た。強引にシュートいきます。よっしゃ、10は立った状態でシュート打つよりもこのボレーとかヘディングの方がいいんで、よし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 、そうなんですよね、そうなんですよ。だからボレーもしくはヘッドを中心に組み立てていくと。銃を使い切るぐらい使い切った方がいいな。プラトンくんがついた。プラトンくんはタックル。これ。よし！これ！よし！ここ絶対決めたい。ここは絶対決めたい。一本取りたい。マジで。うわ、これ一本決めてえな。翼に一回渡すか。よし。パス。銃。いいパス通ったやろ。翼のパスですからね、これは。なんつったって、低いボールに動きを合わせる。よっしゃー、いけー、こぼれ球になった。プラトン君、低いボールに動きを合わせる。敵の2番、ディウセウ君に取り囲まれた。スルーした場合は、後ろは誰もいない。シュートいきます。やろうね。ディウセウ君はこれがあるからね。よっしゃ、田浜田、ナイス。よし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 。センタリング上げましょう。そしてジュウ君ですね。合わせるのは当然ジュウ君。かー、つえー、こいつつえー。タックル、翼が勝てるよー。っしゃ、ボケ食らえ。この距離でドライブ、後にサイクロンと言われるシュートやぞ、これは。うらー、よっしゃ、翼はディフェンスもいいな。よし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 
よしよしよし、まあ、今のちょっとこぼれ球のラッキーかなりありましたけどね、取られなかった分こちらが取ったというよりかはこぼれ球のその運が良かった。本当にこぼれ球をどう作るかが問題なんで、よし取れ、これこれこれ、でもこれでいいんですよ。こぼれ球をとにかくどう作るかが問題なので、翼がついたこぼれ球を作っていきます。取れるかもしれない、よし、そうそうなの、そういうことなの、よしよしよし、寄ってきて寄ってきて、バトゥー、バチスタでいいか、ちょっとパスヘボいけど、ここカットさえされなければ、よしダイレクトプレーにいけるでしょう。自由くんのボレー、オッケー、よし2点差。自由を使いまくるというアイデアが非常に当たっている今のところ。そしてぼちぼち多分自由のガッツがもう1回分ぐらい使えるな、もう1回分ぐらい使ったら1回自由を下げたいですね。ピンの10番パスを出した、リュウセウくんワンツーリターン、ここはプラトンくんが向かう、翼を後ろに置いてることによって翼がカットしてくれてる確率がすごく高いですね。翼のタックルが非常にいいので、アマラウとバビントンがついたタックルでいく、こぼれ球になりやがれ、くー、高いボールに動きを合わせるレナートくんがついた、ここは飛び出す、いけるやろお前、雑魚やぞこれは、よしこぼれ球になった、この音いい音をしている、敵の11番が来た、クリアしましょう、クリア、ここは無理せずクリア、こぼれ球に、うわー、ああいう場合難しいのよな。センタリングが飛んでくるザガロ君、低いボールに動きを合わせるリマ君がついた、サンパウロのゴール空っぽ、フォローフォロー、シュートくるか、あー、まあ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 、ちょっとね、ちょっとまあまあ、こぼれ球のフォロー率がさっきはこっちが高かった分やっぱり今回は低かったね。まああんなんはしょうがない、承知のうちですわ。バチスタがねちょっとパスがね弱いんでちょっと怖いんですよ。こいつで完全にその致命傷を与えるというか、パスのキラーパスを出すのは難しいと思われるんで、プラトン君低いボールに動きを合わせる、敵の2番が来た、ここシュート落ちます。プラトンでもし入れば完璧やけどね、多分厳しいと思う。うわー、よし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 、俺もやれるんだと言わんばかりのミヤさん、ミヤマス、よっしゃ、自由が回復してきてるし翼も回復してきてる、このまんま前半はルカワ君を完全に温存した状態で終わりたいですね。おとなしい状態で前半三井久志パターンが非常に当たっているぞ。翼はタックル要因ぐらいで、ディフェンス頑張るよぐらいで、うー、かわされた、くっ、ふぅ、もったいないな。こぼれ球ぐらいにはなってほしいけどね。リュウセウ君が行きましたよ。リュウセウ君はすぐパスを出してくる。え、そうか、ザガロ君がこれオーバーヘッドやってくっかもな、大丈夫かな、あれあれ、ザガロくんヘディング、今ちょっと思い出してんけど、あれ合ってるよな、サントス、あれそういうことか、今気づきましたよ、今私無能、今気づきましたわ、一試合巻き戻ってる、これカルロスがおらんよね、一試合巻き戻ってますよね、え、サンパウロのゴール空っぽの状態でパスって、いやそれはそれはいいとして、そんなんはいいとして、一試合巻き戻ってるやん、そういうことなんや、一回負けたら一試合巻き戻るんやこれ、いやー、そのシステムを今まで、今の今まで気づいてなかったよ、そういうことなんやね、でまたそっからやり直しなんや、
なる。試合数無駄に上がるな、これは。増えるな。自由が最後のガッツを振り絞って打ちます。そらなんか勝てるわけよね。入るわけよね。翼くん高いボールに動きを合わせる。はい、これ一番ごっつぁんです。ごっつぁんオーバーヘッド。これ決めますけど、そういうことか。戻し作業みたいなことが必要なんやね。そういうことやね。何のために戻されるのかよくわからないですけど、これは確実に1試合戻っとるな。そういうことか。まあわかりました。とりあえずまあそうやな、動画としてその戻しの部分をこう、戻しの部分をなんていうんですかね、全部動画化するのはちょっとまあ申し訳ない気もするんですけど、もかといってその戻す意味があるから戻るんやんね、これ多分。レベルが上がったまんまで戻るってことなのかな、もしかしたら。そういうことかもしれないな。可能性としてはかなりそれがありえるな。かもしれないですね。もしかしてコメントとかいただいてるかもわかんないですけど、レベルが上がった状態で、そっか、一試合戻らないと、結局そうか、一試合戻らないとずっとずっと同じ負けを繰り返すから、そういうことや、そういうことやね。この一試合挟むから、ここで一個レベル上げたらって言われてるんやね、多分。おそらくそういうことですよね。頑張ってレベル上げなさいよっていうことや、多分。勝手に理解してますが、私そう理解してよろしいでしょうか。多分合っている、多分合っていると思われる。自由君とのバトゥー。よし、これでもうかなり前線へ来ている。敵の5番が来た。こんなもんはドリブルで抜き去るよ。ヒールリフトの必要もない。はい、ドフリ普通のシュートで温存入るやろ。よし、これってさ、1個レベル上がってるからこんだけ勝ちやすくなってんのか、それともその弱体化してんのか。いや、そんなこと、弱体化はないと思うから、多分やっぱレベルが少しだけでも、自由と翼が、確か前回自由と翼が上がったんですよね。自由と翼が上がったことで能力がその上がってて勝ちやすくなってるんやろな、これ。多分敵の3番が来た。ドリブル自信がある。プラトンは自信、はい。まあそういうことなんやろうな。実際に4点差ですからね、さすがにもうこれ4点差で負けることは、ここから負けることはほぼないと思いますね。自分にボールが回ってくる。強引なドリブル、うおー、すごいもん、取れるもん、これが取れるようになってるな。あいつら別にレベル上がってなかったはずやけどな。よし、自由くん大活躍ですよ。ほい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 、センタリングいきますか。自由くんもう完全に9番がフリーになってますけど、いいのこれ。プラトンがフリーになってるけど、フリーやもんね、いけるよね。プラトンに点取らしときたいっすね、できれば。プラトンのレベル1個上げて、シュートのねレベルが上がってたら、上がってたら、そのすごいでかいと思うのよね、次の試合に向けて。こぼれ球になった。プラトンくん高いボールに動きを合わせる。ガッツが足りない、マジですか。スルーしたら出ていってしまうし、ガッツが足りないとトラップしても意味がないからな。翼にパスして翼で決めると。はい、普通のヘディングで問題なしでしょう。よし、よし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 、すごいな。いつもいつも思いますけど、ネットへの突き刺さり方すごいですね。ネットが、ね、破れるっていうのもまたやばいけど、その描写もやけど、もうくるくるくるって回ったまま、重力に反してあそこにおる、とどまってるっていうのがまずそもそもすごい。よし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 、これがだからレベル上げなんやわ、多分ね。
そういうことなんですよね。おそらくそういうことなんやろうと思いますね。だからあれですよ、次からはこのレベル上げ作業に関しては、まあ、動画化しないでおこうかな。まあ申し訳ないんで見ていただくのが、なのでしないですけど、レベル上げをして、レベル上げというか普通に戦って勝ってどうなったかっていうのは、そのお伝えしていこうかなと思いますね。吹っ飛ばされんで、これ無理無理。リューセウのボレー、ナイス。シュートはあんまり上手くないんやな。やばいやばいやばい、これ無理やろ、潰されんぞこれ。こぼれ玉になった。マリーニ君低いボールに動き合わせる。よしよし、助かった。マリーニ君パス、田浜田君キャッチ。9番がいい動きしてるな。パス出すでしょうこれ。よいしょ、プラトンいい動きしてんな。ガッツがもうないけど、自由がいい動きしてんなこれ。これでも自由無理、打てへんで、これ自由シュート打てまへん。自由はシュート打てへん、戻すしかないやん。少なすぎっすもんね。この辺から打つか、打ってこぼれ球狙い、届かない、キーパーパンチング、こぼれ球になった。ここで自由くん低いボールに動きを合わせる。敵のキーパーが来た、打てんのか、シュート、ガッツが足りない。ここはスルー、スルーしたら入る、スルーしたらゴール入る、入るんちゃう、スルー、あかん、入らへんねや、あーなってても入らへんねや。すごいけどな、今のすごい作戦やったと思うけどな、あれ入らへんねや。さすがにあれはゴールライン割ることになるんやね。いやすごい、でも成長してる感じあるよな、特に自由が、自由がすごく強くなってる感じがする。ただこの状態ではもちろんそのカルロスのチームには歯が立たなかったってことなんで、まあ惜しかったっすけどね、惜しかったけど、もしかしてあれかもしれんな、その全勝で例えば完全クリアみたいなのは相当難しい仕様なのかもしれない。そのやろうと思えばできなくはないんでしょうけど、相当上手い人プラス運もないと、これあのポストの運ですね、はっきり言って。ポストの運がないと、もうレナートに関してはもう本当無能なんで。うわー、聞こえてた、ごめんな、聞こえてた、完全聞かれてたやん。今、OKOKOK。誰がガッツあんの、誰がシュート打てんのこれ。翼でいいの、翼でいいのか、翼でいいのか、翼でいいや。翼くん高いボールに動きを合わせる。ここはオーバーヘッドも無理なんで、無難にヘディング。OK。ほら、もう圧倒してる、サントスを。これでもう一個翼っていうか、自由のレベルが上がるとでかいかな。自由、プラトンのレベルを本当は一番上げたいんですけどね。プラトンに活躍させたらいいのかな。行動をさせれば経験値が溜まるっていう可能性があるんで、こういうゲームは。で絶対まあ点取ったら、取っただけ多分その得点があると思うんですよ。その何かしらの得点が。点取ったり、キーパーだったら止めたりとか。だからキーパー全然止めれてへんから、あのパスカットしたりとか、そういうなんか成功したら、ちょっともらえるもんが多いとか。スルーはすごい使えそう、マジで。アマラウ君低いボールに動きを合わせる。よし、バチスタでちょっと使うわ、プラトンを使っていきましょう。プラトンがガッツがもうないですが、おっと、ここでホイッスル。サンパウロやったぞ。サントス即出し決勝戦進出だ。やっぱりや。こういうことや。フラメンゴの一個前に戻るんすわ。レベルアップです。よし、上がった。翼も上がった。プラトンも上がったし、ちょっと見てみますか。データを。銃が上がらんかったけど、プラトンが上がったのはでかいね。で、
シュート能力相当高いな、やっぱこいつ。シュート13、プラトンがシュート12になってる。よし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 、これでだいぶ戦えるかもしれない。パスが15になった。これだけあればだいぶ戦えるかもしれないと思いますね。うんうん、よし。じゃあ、まあ、改めまして、次回が決勝戦になります。はい。よかったら次回も見てください。見守ってください。負けるかもしれないけど、負けたらまた同じことを繰り返すだけだ。ということで見ていただいてありがとうございました。